はい、どうも。パテモス協会でございます。というわけで本日は、お日柄もいいんですが、寒いですね。車が違います。車の修理を出しに行きましたんで、本日は、台車の方で、はい、やっておりますが、今日はいつもと違うスーパーに来てまして、なかなか良いお弁当がありましたので、買ってまいりました。今日のお弁当は、とんかつ弁当です。とんかつ弁当でございますね。537円、約540円のとんかつ弁当。いやだ、これすげえ。なかなか俺の方から見てめちゃめちゃ眩しくて見えないんですけど、どうですかね。ちゃんと見えてるんですかね。画面が見えないんですよ。向こうからの火が強すぎて。まあ、それにしても、今日の用事はもうこれで終わりましたんで。カレンダーの方も発送いたしましたので、カレンダー買うてくださいね。動画詳細欄に書いてますんで、よかったら、よくなくても買ってください。お願いします。あと12、3点売れないと私赤字でございますね。はい。申し訳ない。こっちの都合ですけど申し訳ない。そしてですね、ついでにフードコートみたいなところという、フードコートでもないけどね。焼きそば売ってました。はい。焼きそばが380円。で、390円だったかな。まあ、その辺。売っておりましたね。よいしょ。お昼前なんで皆さん慌ただしいですね、スーパーなんかね。こんな感じじゃいい。このアングルの方がいいかな。ピントがもう見えへんね、俺画面が。まあ、食べよう。台を持ってくの。台も回収してきといてよかったな。この弁当台を。弁当置く場所をね、よし、じゃあ食べます。パテモソ弁当食べます。いただきます。マヨかけたかったけどマヨがないから仕方がにゃ。こういうのはいいよな。もうほんとなんかこの縁日っぽい感じ。いただきます。あ、うまい。いいね。豚油もよく効いてて美味しいです。豚の脂身のね、ジューシーさがありますね。肉厚のあるお弁当。とんかつ。まあ、こういうのを弁当に求めてないと、まあ、言いながらも、分厚さにつられて買いました。混ぜきててなんかサクサク。美味しいです。ロースですね。うわぁ。ご飯薄っ。ご飯よりとんかつの方が分厚いです。贅沢やな、これ。ご飯倍はいるな。でも、とんかつに関してはね、めちゃくちゃうまいです。普通に定食屋に出てきてもいいレベル。まあ、出来たてやしかもしれんけど、まあ、下手したらその辺の定食屋のとんかつうまいよ。柔らかいし。衣も今のところサクサクなんでね。お昼ちょっと前に来ると、
弁当もそれなりに出来たてやし、いいよな。うん。焼きそば。こういう焼きそばでほんま縁日でしか食えへんもんな。鉄板焼きをね、やってる店やったんですけど、おにぎり弁当とか、お好み焼きと焼きそばハーフ&ハーフみたいなのもあったんやけど、でもちょっと弁当食いたかったからさ、普通のおにぎりじゃなく、焼きそばだけにしました。でもこの二つで900円やからさ、レストランみたいなところの、レストラン入ってたんやけど、日替わり800円でご飯とね、冷たいそばついてたのに、そばついてたのよ。そっちでも良かったかなと思った。まだだ。スマホ持って行ってなかったんで。プラッと降りてね。プラッと寄って。財布だけ持ってね。弁当買うてきたんで。カメラ回せないなったら、弁当にすっかと。まあ、うん。そんな感じでした。まだ、11時半ぐらいなんで。買い物行った時はね、まだ11時半ぐらいやったんで。店は全然お客さん入ってなかったんやけど。わざわざカメラっていうかスマホ取りに帰ってまでね、撮影するほどでもねえわと思って、うん、まあ、どうせまだ車壊して売り出してるんで、取りに来ることもあると思うんですよ。バイクの様子も見に行かなあかんし、バイクももうカスタム出して半年ぐらい経ちましたけど、何も進んでませんでしたね。うん、一応そろそろもうやってくれよって言っておきました。まあ実際俺も別に、とか言いながらも焦ってないんですよ。今帰ってきても、新居建てからの方が、新居に一応倉庫兼作業場作るんで、それができてからの方がいいかなともちょっと思ってるから。新しい家ではいろいろと作業がしやすいように DIY もね楽しめるようにしたいと思っているんで、まあそれからでもいいかなと思っております。はい、うん、お昼になってきたんか作業に来た人らがどんどんと車を止めて入っていってますね、店内に。うん、
今日も用事も終わったんで、まあ、今日あたりぐらいからもしかしたらね、カレンダー発送したからね、金曜日に届く可能性がありますんで、ポスト投稿見といてください。まあ、先ほども言いましたけど、買ってない人は、動画詳細内容にメルカリでただいまカレンダー発売しておりますね。よかったら、買うてください。うん。ただ100部作っても50部以上履けたんで、もう行き渡ってそうな感じもするけどな、欲しい人にはな。まあ万年日めくりカレンダーなんで、いつから使ってもらっても大丈夫なんで、もう来年1月から1日から使わなあかんようなやつじゃなくて、届いたその日から使えるものですね。まあね、気まぐれで気が向いた時にもこうと思ったらありがたいと思います。うん。あ、トネちゃんもこのとんかつうまかったな。あ、12位だった。この前は弁当はペラペラのとんかつでいいねん言うとだけど、分厚いとんかつはとんかつうまいな。さあ、飯を食ったら帰りましょう。満足満足。おいしゅうございました。非常においしゅうございました。いいとんかつはいい、良い良きお弁当でございますね。あとはちょっと銀行寄ったりとかして用事を済ませつつ、ピザも凍ってますねけどね、あとこれは冷凍しとこか、まあ分からんけど夜気が向いたら食べよう。お茶も凍った、いっちゃん安いお茶。まゆよいしょよいしょ。まあというわけでね、パテモス協会本日は車の修理を出してカレンダーの発送して、で今から銀行と、なんか寄ってお家に帰りたいと思います。というわけでごちそうさまでした。おいしゅうございました。ほな。